今夜のゲームネギは怖すぎるかも。忍び寄る謎の神、恐怖を叫び、今夜は信じられない何かが襲う。こんばんは。こんばんは。伊集院貞子です。今からその怖いゲームを発売する予定の会社のプロモーターの皆さん、広報の皆さんが来ます、はい、で次から次へと、まあ、自分のところの出すゲームはどれだけ怖いかという話をしてくれます。その中でも一番怖いと判断された人のゲームが優勝。あ、じゃあ別に楽しそうですね。競争するだけですね。で副賞としてそのゲームをなんと、はい、この番組のですね、美人アシスタントの小島さんがですね、はい、一人でですね、もういいです、こちらの三秒シャッフルやることができるという。本当にやめましょう。え、本当にやめましょう。いや、やめませんよ。小島さんはここでやるんです、一人で。なんだ君は、始まる前からそんなトーンで。本当企画会議の時は二人でやる予定だったら俺嫌だもん。だから、だから何言ってる、怖いの、バカ、冗談じゃねえよ。より怖いのが選ばれるといいですね。ゲームですからね。ゲームですから。怖いよ最近のゲームは。さて、そのホラーゲームのどれが一番怖かったかをですね、はい、審査してくれるのはこの方々たちです。はい、純粋なちびっ子の皆さんです。元気なご挨拶をどうぞ。こんばんは。なんかこの子たちの方が怖い。いや違うんですよ、ちびっ子って喜怒哀楽がはっきりしてる純粋ですから。彼らが怖がるということはもう絶対的にこれ怖いということで。これ審査員なんですか。審査員ですよ。一人ずつちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、じゃあ質問です。カブトムシとお父さんはどっちが強いですか。カブトムシです。はい、カブトムシの方が大変弱いお父さんを持ってる。それでは最初のゲームはこちらです。ゲーム業界最新のトピックス、ファミ通ニュースエクスプレス。ごめん、初版版が大好評だったノエル3がプレステに緊急移植。会話をメインにしたアドベンチャーゲームの最新作だ。2013年のクリスマスイブに学校に監禁されてしまった女子高校生たち、一人寝坊してしまった主人公は果たしてみんなを救出できるのだろうか。やめろ。続いてはエニックスがこの春に送るなんとも不思議な味わいのソフト、せがれいじり。昔々遠い未来に住んでいるというせがれが主人公。おバカな画面から漂う雰囲気はただものではない超快作。さなぎで矢印型のせがれをいじって大きく育ててあげてください。続いてはいよいよ発売が迫ってきた携帯ゲーム機ワンダースワン用の野球ソフト、ワンダースタジアム。横長の画面なのでスタジアムが一目瞭然、とてもプレイしやすいぞ。オリジナルチームの作成、ホームラン競争、通信ケーブルを使っての対戦モードなど多彩なゲームモードも魅力なのだ。最後は今年の夏に発売予定のドリキャス用 3D アドベンチャー、アンダーカバーの最新画面を公開するぞ。2025年の近未来の東京を舞台にしたハードアクション。主人公の女性刑事鮫島慶は専用ロボットキャットと共に自らのなくした記憶を探りながら悪の宿敵を追い詰めていくのだ。ストーリーは新宿ザメなどで超人気の小説家大沢有正が担当。先週このコーナーで魔剣 X に関しあまりに滑らかなキャラクターの動きを見てモーションキャプチャーを使用しているとお伝えしてしまいましたが、魔剣 X はモーションキャプチャーでは表現できないこのような動きを作り出しているソフトなのです。魔剣 X 関係の方々、大変申し訳ありませんでした。この番組はドリームキャスト、任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ファミ通、ファミ通、ファミ通。今回はついに発売、ファイナルファンタジー8を徹底攻略。緊急速報、期待の新作ペルソナ2を大公開。独占スクープ 64DD とゲームボーイソゲットなど、早く読みたい週刊ファミ通。ファミ通ブロスがお届けするファイナルファンタジー8独占通販第6弾、スクエアファン兼オリジナルグッズが盛りだくさん。さらにテイルズオブファンタジア特製ポスターも登場。月刊ファミ通ブロス絶賛発売中。64ピカチュウ地形部長。ピカチュウリーダー、叩いてパンツ注目。
世界初ピカチュウと話せるゲーム、ピカチュウゲットだぜ。ピカチュウ任天堂64ピカチュウ元気で中ゲットだぜ。それでは最初のゲームはこちらです。なんでそんな登場の仕方するんですか。アートリンクから中村信彦さんが登場。ヴァンピール吸血鬼伝説は正義の吸血鬼が蘇った悪の吸血鬼に戦いを挑むシミュレーションゲーム。人の血を吸い仲間を増やし力を合わせて敵を倒そう。よろしくお願いします。吸血鬼って知ってるかな。人の血を吸う怪物、ヴァンパイアとも呼ばれているよね。ヴァンピール吸血鬼伝説は主人公はヴァンパイア、ヴァンパイア同士の戦いを描くホラーシミュレーションなんだ。僕はヴァンパイアハンター。ヴァンパイアから人間を守ることが仕事なんだ。ところでヴァンパイアに噛まれた人間はどうなってしまうか分かるかな。その人間もヴァンパイアになってしまうんだ。こう血を吸われるのって痛そうだよね。牙が首に食い込むわけだし。でもね、そんなに痛くはないんだ。こうヴァンパイアのパワーが自分の体に流れ込んでくるような、そんな感覚なんだ。実はこの間ヴァンパイアに、以上です。さあアートディンクヴァンピールの判定はどうぞ。せーの、はい、はい、無反応です。ということはゼロでございやす。判定はゼロポイント。続いてはワープでございやす。失礼じゃないのか。怖い格好で来てなんか、どうぞ。ワープはイーノさんが出てくるのが一番怖いですけどね。寺に暗いところに、ね、今日はこちらです。あ、ミニイーノさんが素敵なお帽子ですね。ワープから来てくれたのは砂岡純子さん。名作 D の食卓から3年、 D の食卓2は雪山を舞台に植物に体を支配された人間の謎を解き明かしていくアクション RPG。 1999年寒い冬のカナダの出来事でした。主人公ローラは飛行機に乗っています。すると突然、静かにしろ、第二の破壊の神シャドウ様のお目通りだという声が聞こえます。そうすると奥の方で老人が、第二の神の破壊シャドウ様のお目通り、お目通りという声が聞こえました。すると飛行機は急に墜落します。ローラは8日後キンバリーという女性に助けられ寝ていました。キンバリーといろんな話をしているときに、いきなりガタッ、後ろの方から変な男が来ました。その男はずるずると足を引きずりながらこっちへやってきます。そこでローラが見たものは、葉っぱがお腹から出てきたものでした。この葉っぱがどんどんローラの方の足の方まで寄ってきます。ローラは逃げます。でもその葉っぱはどん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 足の方に巻きついてきました。悲鳴とともに銃声が湧きました。このあとローラはどのように生き延びるんでしょうか。終わり。
さあ、まあ、この D の食卓2の判定に行きましょう。審査員の皆さん、判定をどうぞ。せーの。おー、半分来ましたね。2ポイントです、はあ、どの辺か、どの辺が、なんか言い方とか、うん、なんか葉っぱがどんどん伸びてくるとか。葉っぱはそいつのお腹から生えてるの？そうです、お腹が突然バンと。やだ、お腹から生えた葉っぱがどん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 こうこう来るわけですか。それサラダの食いすぎですか？多分。判定は2ポイント。今週発売のよりすぐりウェーブセレクション。吉本興業所属の人気タレント26人が登場する麻雀ソフト。なんとポリゴンの芸人さんたちと麻雀対決ができるのだ。本人の声による強烈なギャグもてんこ盛りだぞ。クエクエっておなじみのキョロちゃんが大活躍する横スクロール型アクションゲーム。行く手を邪魔する豆軍団をジャンプやくちばし攻撃で倒しながら、各ステージに隠されているプリクラでシールを取って集めていくのだ。大人気恋愛シミュレーションソフトときめきメモリアルがゲームボーイに初登場。このカルチャー編ではクラブ活動は文化系だけに限定。新キャラクターや藤崎しおりちゃんの子供時代の思い出エピソードも追加されているぞ。そしてこちらは同時発売のスポーツ編。こちらは部活動は運動部系に限定。どちらもイベントやキャラクターは追加されているし、通信ケーブルで友達とどちらがベストカップルか対決もできるのだ。最新ゲームグッズをご紹介、ゲームグッズショーケース。今夜のグッズは桜大戦もの。桜グッズといえば、案内してくれたのは目指すお店の店員須永桃子さん。大正ロマン堂はこちらです。D5 5階にある大正ロマン堂。大正時代を思わせるレトロモダン調な店内にはバリエーション豊富な桜グッズが所狭しと並ぶ。もちろんファンにはたまらないフィギュアもご覧の充実ぶり。中には新宮寺桜の等身大フィギュアなんて商品も。お値段なんと40万円。全国でもここだけしかない桜のプリクラを発見。それでは大正ロマン堂の売れ筋ベスト3を発表。第3位はガンガン玉500円、おまけの缶パッチが人気の秘密。第2位はロマン堂オリジナルスプーン700円、花組8人の8種類。そして第1位は神崎すみれ城御用達の紅茶葉500円。神崎すみれの誕生日1月8日から限定発売中。売り切れごめん、ファンは急げ。ここでプレゼントのお知らせ。最強の吉本麻雀クラブデラックスは、吉本興業の人気タレント26人がリアルなポリゴンキャラとして登場する4人打ち麻雀ゲーム。本人の口癖や打ち筋までも忠実に再現し、タレントとの疑似対局が楽しめる。今夜はご覧のソフトを10名様にプレゼント。宛先は番組の最後に。送っていきますよ。ありがとう。この先はどうするの？ 100m 先右。このまま真っ直ぐ。50m 先、うちの家族。通信も楽しい。セガラリー2ラリー2ジュインキャー。合体、通信対戦、アイテム交換、ゲームボーイ BB 爆買い伝、ビクトリーへの道。メディアファミリー。続いてはコナミでございます。普通だ。普通ですね。よろしくお願いします。コナミでございます。どうもどうも。礼儀正しくどうぞいらっしゃいました。お座りください。コナミから来てくれたのは中原かな子さん。サイレントヒルは
霧と闇と謎の町サイレントヒルを舞台に、暗闇から忍び寄る怪物たちを倒しながらたくさんの秘密を解き明かしていくアドベンチャーゲーム。それではコナミさん、よろしくお願いいたします。ある日ですね、7歳になる娘を連れて旅へ出たんですね。で、そしたら、ちょっと途中で交通事故に遭ってしまって、気がついたら横に乗っていたはずの娘がいなくなってたんです。で、どうしようと思って、とにかく娘を探さなくちゃ、で探さなくちゃと思うけども、周りはサイレントヒルっていう街たどり着いたところなんだけど、霧だらけで何も前が見えない、手がかりも何もない。だけどずっと走って行き止まりに行くと、学校へっていうメモ書きだけが残ってた。とりあえず学校へ行くんだけど、学校は真っ暗、真夜中で、そこで持ってたのは一つの懐中電灯だった。ライトしかないところでこれをつけたり消したりしながら進んでいかなくちゃいけない。なんか感じる、後ろで何か感じる。で、ライトをつけてみたら、犬の頭が落ちてくる。それでずっと霧の中と真夜中の学校、それから真夜中の病院で、背中にコブのついた看護婦たちに襲われながら霧の中をさまよい続けなければいけない。これがサイレントヒルという街です。終わりです。それでは審査員の皆さん、判定をどうぞ。せーの。おお、結構来てますね。すごい、4ポイント、かなり高得点でございます。お前、元も子もないこと言うなよ。お前、企画が台無しだよ。お前、まだまだあるぞ。最新ホラーゲーム、魔女好きなあなたへ。スーパーファミコンで大ヒットした魔女たちの眠りがプレイステーションで復活。グラフィック、サウンド、シナリオ、すべての面でパワーアップ。刺激が欲しいあなたへ。19時3分上野発夜行列車はサウンドノベル風のアドベンチャーゲーム。次々と異変が起こる車内で一体何が待ち受けているのか。眠れないあなたへ。チューンソフトが満を持して送るプレステ版サウンドノベル3作目がこの音切り層蘇生編。新たなシナリオが追加されているのだ。今週発売のよりすぐりウェーブセレクション。テレビ画面の中でペットが飼えるというシミュレーションソフトの第2弾。アメリカンショートヘア、ヒマラヤンといった人気の猫や、ゴールデンレトリバーやシベリアハスキーといった大型犬など最大8匹までを同時に育てることができるぞ。ダンジョンに潜り、化石のかけらをリボンマシンで蘇生させては、さまざまなモンスターを集めていくという RPG の第2弾。モンスターとの友情がアップするとゲームの展開が変わっていくのだ。ポケットプリンター対応でモンスターのシールも作れるぞ。パチンコシミュレーションゲーム、早くも第6弾。今回のパーラープロでは CR 冒険島と CR やわらキッズの2種類を攻略。実機の完全再現ぶりはもちろん、ゲット景品で悪を倒すというホールモードも楽しいのだ。誰もが待ち望んだ超大作 RPG がついに登場。養成学校に通う主人公スコールレオハートとガルバディアの兵士ラグナレワール、2人の主人公の壮大な物語が今始まった。続いてはバンダイでございます。バンダイからは和美純さん。それはある満月の夜始まりました。不思議な少女ディディオの語る言葉が、その言葉がついに現実となって、自然界の魔法の力マナを使い妖魔を作り出し、おぞましく気持ちの悪い怪物たちが、下半身が蛇の大魔女が町の人々を襲うようになりました。それを倒すべくプレイヤーとなる君たちが
ヒロインとなって、なんと愚かなことか、その魔女たちをやっつけるんです。テクマクマヤコン、テクマクマヤコン、ラミパス、ラミパス、ルルルルル、ハニーフラッシュ、30人以上も。あ、電気つけてくれ、電気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 、バンダイバンダイバンダイ、なあなあ、はい、今日俺言ったじゃんさ、はい、あのホラーのゲームのプロモーションだったじゃんさ、そのゲームのタイトルちょっと聞きたいんだけど、何そのタイトル。魔女っ子大作戦です。ちょっと最後まで話さなくていいわ。判定聞くから。はい、それでは皆さん判定どうぞ。せーの、お前なんでお前だけ怖がってんだよ、お前変だろそれ、どう考えても。怖いこと騙されるならハッタリの口調に。違うんだよ、あの今までのスーパーロボット大戦みたいに、まあ、あれだろ、魔女っ子もんが見たら言ってくるんだろ、はい、全然ホラーじゃないじゃんそれ。懐かしの魔女っ子が大集合。魔女っ子大作戦は7人の魔女っ子が世界の平和を守るため大活躍するシミュレーションゲーム。マハリク、マハリタ64。ピカチュウどうしたの。食べるな、いけない。ピカチュウ、あ、ピカチュウ、ピカチュウ、そうか、ちょっと出てくる。部長、ピカチュウ右だ。ピカチュウ、人参。世界初、ピカチュウと話せるゲーム、任天堂64。ピカチュウ元気で中。プレゼントですか。自分用です。ドリームキャストにロールプレイングゲーム初登場、みんなの冒険 RPG エボリューション、好評発売中。ドリームキャスト、アクション、パワーストーン、準備 OK。 ドリームキャスト。この番組は任天堂、ドリームキャストとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今週は何が飛び出すか、浜さん光のちょっといい話。浜さん光のちょっといい、さ、いやこの間見たらもうこの叫びはカットされてたんで、もういいや、じゃあもう俺がカットしようと思って今カットしてみたんですけれども、まあまあ、あのそんなね、叫びなんか時間取ってる場合じゃないんですよ、はい、あのもういよいよ数時間後にはいよいよね、FF8 が発売になりますね。すごいなと思ったのが、僕の友達でね、あのコンビニでバイトやってる大野くんっていうのがいるんですよ。大野くんですか。すごいみたいですよ、予約。だいたい最終的な数字があの計算集計終わってないんですけども、150から170とかそんな数字になりますよ、きっと。150万ですよ。もちろんね、万ね。もうなんか儲けるとこなくっちゃってもう万ね。あの偶数いいものの法則ってあるの知ってます？え、だってセブン奇数だけど、あのね、こんなに好評だと。割とね、奇数ってね、巡り合わせ的にね、マシンのテクノロジーに合わせて、ビジュアルガンガンくるけどね、練り込みがね、まあすごい出来はいいんだけど、まだ足りないっていうことが多かった。スクエアの実力にしてみればってことで、今までなんか偶数になってくると、さらに技術が上がった上に内容が練り込んでるっていうパターンが多くて、だストーリー的にはもうスクエアの竹下社長も言ってましたけど、内容としてはもう偶数の次回8はもう完全に自信があるっておっしゃってましたよ。はあ、今のコメント VTR で撮っといて、未来9が出るときに流してみたいですね。なんか細かいね、もうすでに僕は社会現象なんだなって思うのが、僕一応ゲームやタレントでゲームが好きっていうことで、あのいろんなとこからゲームの取材受けたりするじゃないですか、はいはいはい、今までのゲームと全然違うのは、あのね、ゲーム雑誌とかサブカルチャー雑誌じゃないんですよ、女性週刊誌とかから。あ、なるほどね。例えば、20代のヤングミセスに対して、ファイナルファンタジー8の面白さを語ってくださいって取材が来るんですよ。あ、うちもね、テレビとかからいっぱい来ましたよ。ワイドショーとかもからも来ますよ。だから松方弘樹の離婚とが飽きたら FF っていうね、話題が、そういうシフトの仕方をしてるんですよ。それって今までのゲームでは、まあ、ドラクエのね、徹夜並んだぐらいでしょう。他ほとんどないでしょ。そうですね。ドラクエって大人はそんな動かなかったでしょ。今大人もですからね。今回だからそういうプレイステーション自体がそういう構図になってますから、うんうん、そういう風になってるんでしょうね。いや FF8 だから来週から裏番組の可能性強いわけですよ、我々の。可能性ありますよ。
だからこれ言ってる場合じゃないんですよ、我々よく考えたらね。いや間違いなく今日のドナイトでやってるかもしれませんね。だってね、300万本とか500万本とか売れちゃうじゃないですか、ってことはこれは500万世帯のテレビは、はい、買ったらそれやるでしょ、1週間2週間バンバンやるでしょ。来週見ないねこれ。おいおいおい、多分 5% ぐらいの人はもう300万も売れたらやりますよ。やりますやります。で何人か友達集まって見てる人とかもいるじゃないですか。そうそうそう、うわ志村とかでも言ってんじゃないですか。言ってる言ってる。おお、ロッとかよりもやっぱやばいでしょ。来週のね、うん、あの視聴率ってどうなってるかすごく楽しみですね。減った、おいF8 の間にこの番組のコマーシャル入れてもらいたいよね。ホラーゲーム PR 大会はご覧の通り4ポイントを獲得したコナミのサイレントヒルが優勝。約束通り副賞として小島かな子に一人ぼっちでサイレントヒルの恐怖を体験してもらうことに。カメラさんいないと私のこと撮れないじゃないですか。あのね、この後ろの方にねデジタルカメラが置いてあるから。こんなもん壊してやるよ。なんでそういう切れ方すんだよ。無駄じゃねえかよ。ゲームはやるわ、カメラ壊れて何も映ってないわ。じゃあはいどうも。こっち側入って何、伊集院さん、伊集院さん、もう伊集院さん、What is this? What's going on here?あとは時間の許す限り小島のこの小画面でお楽しみください。夏メロって感じ。次週はダンスダンスレボリューション選手権。ダイナマイトバディが大暴れ、美女が踊ればデブも踊る。今夜はファミ通より攻略本牧場物語2公式ガイドブック僕の牧場へようこそとソフトをセットにして5名の方にプレゼント。番組の最後は人気ゲームトップ10。Weather break. 関東地方の今日のお天気です。全般に雨や雪の降るところが多いでしょう。東京は雨か雪でしょう。